皆さんこんにちは。知の種の認知症予防動画です。今回は読めそうで読めない昆虫の漢字を20問出題します。これが解けたら漢字検定2級に合格できるかも。各問題の制限時間は15秒で、残り5秒でヒントが表示されます。全問正解を目指して挑戦してください。それでは早速始めましょう。1問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解はコガネムシです。金の亀の子供と書いてもコガネムシと読むそうです。背中は強い光沢のある能力色または思考色など金属のような光沢を持ちます。2問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解はアゲハチョウでした。読めましたか。見たまま読むと分かりやすかったかもしれませんね。3問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解はカブトムシでした。カブトムシ、クワガタムシなどを含む甲虫類は昆虫類のみならず動物全体においても最大の種だそうです。種名のあるものだけでも35万種以上が知られていて、未だ次々と新しい種類が報告されています。4問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解はミノムシでした。ミノムシはガの幼虫ですね。5問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解は七不思です。これも分かりやすかったでしょうか。七不思は体や足が細長く竹の枝に似て緑色または褐色をしています。羽はないそうですよ。6問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解は七星天灯です。天灯は天の道とも書きます。7問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解はのみでした。間違えて蚕と読んだ人はいませんか。似ていますよね。8問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解は蜂でした。これは簡単でしたね。昆虫の種は世界に90万種いると言われていて、そのうちの13万種が蜂の種だそうですよ。9問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解はバッタでした。これは難しかったかもしれませんね。10問目です。
この漢字は何と読むでしょうか。正解はシャクトリムシでした。細長い芋虫で、人が親指と人差し指でシャクを取るような進み方をするので、この名前がついたそうです。静止すると枯れ枝に似ているそうです。11問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解はボウフラでした。蚊の幼虫ですね。水中に住み、体は短い棒状でくねくねと運動し、浮き沈みをします。12問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解はスズメバチでした。日本最大のハチで、体長は女王バチがおよそ4センチ、働きバチがおよそ 2.5 センチになります。体は黒と黄褐色の縞模様、腹部に毒針を持ち攻撃的で、毒は猛毒です。気をつけましょうね。13問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解はコオロギでした。コオロギのオスは前羽に発音機を持ち、こすり合わせて鳴くそうですよ。14問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解はシラミです。これは難しかったでしょうか。人や動物に寄生して血を吸う昆虫のことです。15問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解はモンシロチョウです。最も普通に見られるチョウで、羽は白色で、前羽の先端が黒く、前羽に2点、後ろ羽の前縁に1点の黒紋があります。幼虫はナノアオムシ、ナタネムシなどと呼ばれ、キャベツ、白菜、アブラナなどの葉を食べ、害虫にもなります。16問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解はアメンボです。中足と後ろ足が体長より長い昆虫です。池などの水面を滑走し、水面に落ちた昆虫を捕食します。体は飴の匂いがするそうですよ。17問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解はオニヤンマです。体長およそ10センチで、日本では最大のトンボだそうです。18問目です。この漢字は何と読むでしょうか。正解はカマキリです。ちなみにカマキリという名前の淡水魚もいるそうです。19問目です。
この漢字は何と読むでしょうか。正解はクワガタムシです。体はやや平たくて長く、オスは頭の先に大型の顎を突き出し、兜のクワガタに似ていることからクワガタムシと言われます。メスは小型で顎も発達しないそうです。最後の問題です。この漢字は何と読むでしょうか。正解はカミキリムシです。天の牛と書いてもカミキリムシだそうですよ。以上で問題は終了です。いかがでしたか。読めそうで案外読めないものが多いですよね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。